や、なんかさ、ゲームをしてる、まあ、ゲーマーの人ってさ、アニオタみたいなちょっとイメージもちょっと被るんですよ。アニメね、いや普通に見てたよ。あのセーラームーンとか少女革命ウテナとか、少女革命ウテナっていうのが結構ハマったんだけど、カラオケとかに歌入ってるんだけど、マジカラオケで歌ったらこれ何歌ってんのみたいな感じでちょっと軽く惹かれるやつ。絶対梅木白くみたいな、その後の歌詞がマジ永遠とあのわけわかんない歌詞が続いてるやつなんですよ。あれはねマジでウケる。でもあのなぜかちょっとたまに歌いたくなるやつね。テンションが高い時だけなら歌えるかもねって感じかな。どこ何で動作してんのこれ。お母さん力尽きちゃった。かわいそうに。ごまきのギルド、氷と炎の狭間より、イベルカーナの撃退強いのかな。私がフロンティアやった時にはこういうイベルカーナとかいなかったから、ワールドで初だったりするのかな。行ってみるか。流血症の血だ。なんかこう楽しめるような相手だといいんだけどな。なんかすごい冷たそう。なんかさっきこんなコールしてるやついなかったっけ。ペラペラにされてたやつみたいな感じ。頑張れ私。ウィルカーナに負けるの。君も飛ぶやつなの。うおお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 。どこを何で動作してんのそれ。対してなんかそんなに痛くなく早くもなさそうに攻撃する。さっきの尻尾のやつ。これは痛いよ。これは、2連続は痛いよ。まだそこにいたのね、君は。ねえ、なんか久々に、なんかスパッと落ちた気がするけど。何、今一瞬バグったのかと思ったし。何が起きたのかと思ったよ。っていうか、これは一体何が起こったんだろう。あんないきなりさ、画面シュッてなんか止まっちゃうんですよ。マジで何が起きたんだろう。何これは一体、めっちゃ綺麗じゃん。何が起きるの今度は、シュッてやるってこと。
そしてなんだこれは。男前。何？どうしろっていうの？倒れてるけど。え？何今の？見て終わり。やんのかと思ったよ。リベルカーナって何なんだろう。さあ、いて、刺す、レイギエナを狩猟する。やってまいりました。行くか。さあ、救難を出したら、このクエストには人は来てくれるのだろうか。おば様の捜索は私が、相棒はレイギエナの狩猟を。どこかなあ、デビー、デピー、デビーなんだこれ、デビーちゃん待機中。粉塵を巻いてくれたよ。え、どうしたの？何やってんの？え？え？何これ、どういう状況？なんか一匹寝てない？え？何だったの今。全然わかんない。私なんかまずいことしちゃったかな？申し訳ない、デビちゃん。私今せっかく乗ってたのにって絶対思われてそう。別にそういうつもりでやったわけじゃない。ごめんって感じ。とりあえず、見て刺すレイゲームとやらは、なんか毛がふさふさしてる。足毛とか、尻尾に毛が生えてる気が。すごい。ていうかさ、どうでもいいんだけどさ、なんで2匹いるの？あ、よくわかんないけど、誰かもう一人おそばマスクって方が来てくれた。私はそばを食べてる。また2匹がセットになってる。何なんだ。わお。ていうか、エビちゃんだっけ。なんか、アオルムみたいなのがついてた。装備かなんかに。ハオルムが振り下がってる。え、何なんだろう、武器なのかな。かわいいな。おそばさん力尽きちゃった。かわいそうに。うまい。わお。わお。
みんなして飛ばされてんじゃん。行け行け、2人とも落ちてきた。ウケるわ。捕獲しないの？もう捕獲しようよ。またなんか大惨事になるよ。せっかく捕獲できる時だった。一応かけてみて、もう一匹がかかっちゃったら仕方ないから諦めるか。よし。やった。ありがとう。合流しましょう。いやー、この2体セットっていうのは結構激しかったな。とりあえずさ、今さ、私のキャラがさ、あの、レイヤーの装備とボーンの装備だからさ、多分もうちょっと結構きつくなってくるんだよね。まあ、でもなんとかここまで、ボーンとレイヤーでやってこれました。というわけで、また次回以降もメイン進めて、まあ、そうだな、装備とかもちょっと見直しつつ、って言ってもまだお守りとかがそんなにいいのが出てないっていうか全然ないんで、お守りもね重要ですよね。いろいろ集めなきゃいけないものだらけなんで頑張っていきたいと思います。では、このチャンネルが面白いなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ、またねー。パッパラパーパッパパパパーパパパーパパ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 パ